朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が1908年2019年2月27日から28日までベトナム社会主義共和国のハノイ市で行われる第2回朝米首脳対面と会談のために平壌を立ちました。金正恩委員長とともに朝鮮労働党中央委員会政治局委員である党中央委員会キム・ヨンチョル、リー・スヨン、キム・ピョンヘ、オースヨンの各副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員はリ・ヨンホ外相、朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補のノーガンチョル人民武力相、朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補の党中央委員会キム・ヨジョン第一副部長、チェ・ソンヒ副外相、党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国国務委員会の人たちが立ちました。歴史的な第2回朝米首脳対面と会談のために外国訪問の途につく金正恩委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員であるキム・ヨンナム、チェ・リョンヘ、パク・ポンジュの各同志をはじめ党と政府武力機関の幹部たちが見送りました。金正恩委員長は見送りに出た幹部たちと挨拶を交わしました。金正恩委員長が乗った専用列車は党と政府武力機関の幹部たちに温かく見送られ、23日午後平壌駅を立ちました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩元帥が、ベトナム共産党中央委員会書記長のベトナム社会主義共和国グエン・フー・チョン大統領の招きにより近くベトナム社会主義共和国を公式親善訪問します。訪問期間、両国の最高指導者の対面と会談が行われる予定です。21日、敬愛する最高指導者金正恩委員長に公務部施設在日本朝鮮人祝賀団から手紙が送られました。手紙は、公務部施設記念行事は祝賀団になる胸に、代を継いで指導者将軍太陽と仰ぐ偉人に恵まれた民族の誇りを代価させた栄光の大祭典であった。記念行事に参加して意味深い2月の祝日を、偉大な金正恩総書記の真相と業績を末永く伝える数月の大祭典に輝かせた金正恩以降の清らかな忠誠と気高い道徳的真理に深い感動を覚えた。まさに敬愛する金正恩以降は、金日成金日成朝鮮の永遠の勝利と尽きない繁栄を現実のまま咲かせる不屈の愛国者、民族の偉大な太陽である。これまで手紙は、祖国と民族の運命そのもので勝利と栄光の旗印、総連の活動家と万一朝鮮人の優しい父である、敬愛する最高指導者金正恩委員長の健康を心から祈る言葉で結んでいます。偉大な金正恩総書記の普及の施策、朝鮮労働党は朝鮮人民の全ての勝利の組織者であり導き手であるの全文が、総書記の誕生77周年に対してロシアのホームページイルクーツクグログスポットトースカードに載りました。公務部施設に際して、世界の自主化と平和のための戦いに関するメキシコ地球層全国討論会がメキシコシティで行われました。メキシコの地球層研究組織の人と国会議員、地球層国際研究所事務局長と日本地球層研究組織の人たちが討論会に参加しました。地球層国際研究所理事長のメキシコ金日成金正恩主義研究委員会委員長は、偉大な金日成主席が創始した地球思想の哲学的原理と社会歴史的原理を解説し、地球思想が具現された共和国の誇らしい現実を紹介しました。そして、
金正恩総書記が独創的な戦軍政治で帝国主義連合勢力の悪辣な共和国を打ち潰し策動を粉砕し、国の自主権と尊厳、社会主義を固く守ったこと、朝鮮人民が敬愛する最高指導者金正恩委員長の正しい指導のもとに、すべての分野で世人を驚かせる奇跡を生んでいることに触れました。七日町国際研究所事務局長は、七日町を広く普及して中南米地域の自主化を実現し、平和と繁栄を遂げることについての議題で発言しました。各国のメディアが偉大な金正恩総書記の聖なる革命的生涯を称えました。インドの新聞インディアン&ワールドイベントは、金正恩総書記は世界人民の理想と平和のために尽くして多大な業績を成したとし、カンボジアの新聞ノコルトムデイリーは、金正恩総書記によって社会主義は世界人民の変わりのない理想として永遠に生きるようになり、世界的に社会主義運動が力強く繰り広げられるようになったと述べています。ナイジェリアの新聞ナイジェリアのオブザーバーは、金正恩総書記は平和の旗を高く掲げて国の防衛力をしっかり固めることにより帝国主義者の侵略戦争策動を粉砕したとし、イギリス戦後政治研究会はホームページに載せた文で、金正恩総書記の戦後政治があって朝鮮は社会主義建設を力強く推し進めることができたと述べています。タイの政治日報は、金正恩総書記は金日成主席の意にのっとり社会主義朝鮮の繁栄のために全てを捧げた、偉人の気高い姿は朝鮮人民だけでなく世界の進歩的人民の心の中に永遠に残るだろうと述べています。最高人民会議第14期第2委員選挙を控えて、全国の全ての文化選挙委員会が有権者名簿を公示しました。朝鮮民主主義人民共和国の各級人民会議第2委員選挙法に準じて作成された有権者名簿には、各地域内に居住している選挙権を持つ全ての公民が登録されています。有権者は公示された名簿の正確さを確認しています。朝鮮で敬愛する最高指導者金正恩委員長が今年初めに行った中華人民共和国訪問を記念して、小型シート一紙を発行しました。小型シートには、敬愛する最高指導者金正恩委員長の中華人民共和国訪問記念1908年2019年1月7日10日と書かれています。朝鮮国家の文壇の花と中国人民が愛する美しい花々、そして虹のかかったアメリカ川の長寿友好の橋と両国の国旗が描かれており、朝鮮語と中国語で長寿友好と書かれています。ロシアとカンボジアの政党代表団と各国の人たちが公務分析に際して共和国の在外交換を祝賀訪問しました。パーツロシアの沿海地方支部、カンボジアの国営民主党代表団とロシアのナジェージュジナ国立アカデミーベリオスカ舞踊団団長一行、ロシア連邦レーニン共産主義宣言同盟ハバロスク地方委員会第一書記、キューバ諸人民間の友好協会副会長、朝鮮統一主義キューバ委員会第一副委員長、太陽節及び工業物質記念ネパール全国準備委員会委員長、ネパール共産党中央委員会委員、地球室及び戦軍政治研究ネパール記者協会会長、工業物質記念バングラデシュ準備委員会委員長、バングラデシュ労働党中央委員会委員長、バングラデシュ地球室研究所所長、そしてメキシコ労働党メキシコ金融村金融主義研究委員会をはじめ、各国の諸政党団体の人、アジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構書記長が太陽のように明るく微笑む偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の写真、共にいる主席と総書記を描いた美術作品に献花し敬意を表しました。意味深い公民物質に際して、ロシア・コロジン統一連合会が記念の集いを催しました。キム・チルソン委員長など連合会の会員が参加しました。発言した人たちは、偉大な金正恩総書記は共和国が強力な国家として威望を受けるしっかりした土台を築いた、総書記の高い志についていく
敬愛する最高指導者金正恩総書記がいて、共和国と朝鮮民族の存亡は世界にとどろいている。連合会の会員をはじめ、ロシアに住む朝鮮人の皆は、これから民族の悲願である国の統一を早めるため、すべてを捧げて戦うと述べました。朝鮮民族首を起乗する儀式が14日、中国連合省国際文化経済交流センターで行われました。会場に偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩委員長の普及の著作と共和国の歴史と文化を紹介する図書が展示されていました。同センターの人たちが式に参加しました。最近インドで発生したテロ攻撃事件を受け、23日国際中央通信社が朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンにインタビューしました。スポークスマンはこの14日インドのジャンカシミール州でのテロ攻撃によって40数人が死亡する悲劇的な事件が発生したことを深く懸念する。あらゆる形のテロに反対するのは共和国政府の一貫した原則的立場だ。我々は国際社会の里にある共通の努力によってテロを根絶し、平和と安定を守るための活動で終点があることを望むためでした。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は会員制に応援室でした。こちらは朝鮮の声放送です。人民を大事にする。朝鮮労働党を朝鮮労働党と呼び慕っています。朝鮮労働党の偉大さは、人民を最も大事にする敬愛する最高指導者金正恩委員長を離れて考えられません。金正恩委員長は神たちに、偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記が天のごとく見なした人民を、主席と総書記そのままに大事にし推しいただくのが朝鮮労働党の人民に対する観点だと言いました。人民を大事にし顧みる朝鮮労働党の熱い愛情は金正恩委員長によってさらに熱くなっています。どんな苦労もいとわずひたすら党に従ってきた朝鮮人民を一番幸せにしようというのが金正恩委員長の揺るぎない意志で決心です。人民が新居入りする前にまずその家を見てみなければと言って新築された住宅も訪れ、観光したマシクミネスキー場のロープウェイにもなって、安全なのか便利なのかを確かめた金正恩委員長の姿は文字通り人民のために全てを尽くす一番姿はそのままでした。数年前、朝鮮の北部国境地帯のロソンというところが洪水に見舞われた時のことです。道路と車、船を利用して被災地域を訪れた金正恩委員長は気候の状況について見聞きし、主席と総書記は天のごとく見なした人民の運命を分析になって顧みるのは朝鮮労働党の本願である。我々は人民のためのことでは満足を覚えてはならない。労働党は人民に奉仕し、人民により幸せで裕福な生活をもたらすために戦う党である。和尊氏の被害復興は単なる天災を癒すためのことでなく、人民の胸の中に深く刻まれた労働党に対する信頼を守るための聖なる戦いだと言います。金正恩委員長は朝鮮労働党が人民に奉仕するよう訴えています。偉大な党、偉大な指導者の導きのもとに今朝鮮人民の理想は日増しに高まり、人民は真の社会主義文明の教授者として幸せ満ちる人生を送っています。まさに人民を天のごとく見なす金正恩委員長がいるので、人民は我ら幸せ歌うの歌声も高く
祖孫堂々と心から信頼し母なる塔と呼び慕っています。人民を大事にする、高麗してお話しました。朝鮮の声放送へようこそ。新年に入ってから2ヶ月続々になりましたが、今もリスナーの皆さんから新年のお祝いのメッセージが相次いで届いています。まず広島県の仏崎誠司さんのお手紙を読みましょう。朝鮮の声放送日本語スタッフの皆様、明けましておめでとうございます。昨年は4月5月9月と3回に及ぶ北と南の首脳会談に、6月は歴史的朝米首脳会談と世界から注目を向けられましたね。今年も昨年以上積極的な会談が行われ、朝鮮半島では統一に向けての前進を、アメリカとは友好的な国となるよう願う次第です。108年が朝鮮人民の皆様に良い一年となりますように。今年は朝鮮の統一に向けての進展があるようお願いします。昨年の歴史的で伝説的な出来事で世界の注目が朝鮮に集中されました。3回にわたる北と南の首脳対面と会談、敬愛する最高指導者金正恩委員長の3回の中国訪問、6月のシンガポール朝米首脳対面と会談などのトピックスは世界を沸かせ、真の平和と正義を望む人々、世界の繁栄を望む人々に新たな希望を喜びを与えました。年頭から世界の多くの友人とリスナーの皆さんは大きな期待を持って金正恩委員長が行う対外活動に熱烈な祝賀を送るとともに、大きな期待と確信を持って金正恩委員長の足跡に自分の心を追いつかせています。新潟県の石黒隆さんはお手紙にこう書きになりました。放送局スタッフの皆様、新年明けましておめでとうございます。去年中は大変ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いします。2019年1月3日の大津音楽の時間コーナーで、新年初のリクエスト曲として私のリクエスト曲を放送で取り上げていただきまして、大変ありがとうございました。自分の名前が取り上げられてびっくりしました。放送は毎日のように聞いていますが、チャンスがある時にレポートを出したいと思っています。これからフィンランドと新潟は本格的に寒くなりますが、お互いに風邪をひかないように頑張っていきましょう。石黒隆さんはまた、昨年11月中旬からの朝鮮の声放送のホームページのアクセス状況についても知らせてくださいました。新年初のおめでの音楽のコーナーを僕らの皆さんが楽しませるよう協力なさった愛聴者の石黒隆さんに改めてお礼を申し上げます。毎日放送を聞きになり、朝鮮人民への理解を深めておられる石黒隆さんが、昨年にまして今年も熱心に放送を聞きになり、信仰を深めてまいることと思います。群馬県の鈴木義和さんのお送りになった昨年最後のお手紙をご紹介しましょう。今年も1年間お付き合いいただきありがとうございました。来年も健康で過ごしている間は朝鮮の声放送を聞き、お便りを送りたいと思います。前年は朝鮮半島にすぐに核のない平和が訪れると期待した年でしたが、アメリカの消極的な姿勢への変化で進展が見られなくなり残念です。昨年の劇的な出来事やその後の推移を通じて、誰が真の平和を望んでいるかリスナーの皆さんも十分察知がついたと思いますが、はい、その通りです。世界の平和、朝鮮半島の平和と統一を望み、そのため努力を傾けている共和国の自主的な立場には変わりがなく、その努力は日増しに大きくなるでしょう。スタッフの皆は、古いリスナーであり、親しい友人である鈴木義和さんが、今年も健康な体で放送を聞きになり、世界の正義と真理のため戦う朝鮮人民にエールを送ってくださるものと確信しております。
また周囲の防止行動を続けて、これからもローマを楽しくお過ごしになるようお祈りします。古くからのリスナーである山口県の伊沢富夫さん、伊沢富夫さんも昨年末頃にお送りになったお手紙に、毎度 A 氏の平壌タイムズを送ってくれたことについての返礼とともに、日本で漁村の経済が好転しているというニュースが報じられてとても嬉しいという内容と、漁村の新しい映画が見たいとの要望をお書きになりました。群馬県の小林ひみひこさん、小林ひみひこさんはお手紙に、明けましておめでとうございます。正月2019年初の受信報告書を送ることを嬉しく思います。今年もどうぞよろしくお願いしますとお書きになりました。また埼玉県の星野明さんが、本年も漁村中央放送の親愛なる友人として聴取に励みたいと思いますとお書きになった2018年12月30日付のお便りも無事届きました。新潟県の江浦守さんはお手紙に合格になりました。いつもお手紙や本を送ってくださりありがとうございます。私どもは皆平和を願っています。かつて県軍人が帰国の国民に対し残虐非道なることを行い、帰国の皆様に多大なる損害と耐え難い苦痛を与えたことについて深くお詫びします。良き年になりますようにお祈り申し上げます。千葉県の山田正春さんは、放送のチャンネルが変わったことをお知らせになり、長崎市の古川隼人さんは受信報告とともに放送のテーブルタイムのご要望が込められたお手紙をお送りになりました。埼玉県の南田博さんはニューフェスのヒーローズさんのデビューを祝うとともにプロフィールをご要望なさいました。今年が漁村人民にとって良き年になることを祈るリスナーの皆さんの真心こもるお手紙を拝見し、スタッフの皆は番組作りに励みたい気持ちを新たにしました。漁村の声放送から発信されるニュースや世界の平和と正義、国民統一と繁栄のため飛躍し前進する漁村の新しい情報は、リスナーの皆さんにとりましてはそれこそ貴重な情報源となり、また喜びや希望を持たせるものであることを改めて痛感し、その期待にそれることなく番組作りに一層精を出すつもりでいます。では今日のこのコーナーはこの辺で閉じることにします。リスナーの皆さん、今この時間にまたお会いしましょう。